皆さんこんにちは、バンドリュウジです。私は2020年9月から JFA SDGs 推進チームの一員として、サッカー界の SDGs 推進活動に取り組んでいます。最近よく耳にする SDGs、 皆さんご存知ですか？持続可能でより良い世界にするために2015年9月の国連サミットで決定した国際社会共通の目標です。 SDGs では2030年までに目指す17個のゴールが掲げられています。世界規模で起こっている気候変動、環境問題、途上国での貧困や飢餓、広範囲にわたる社会課題の解決が目標として示され、地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。すべての人々が人間らしく暮らしていくためには、世界中のみんなで行動しなければなりません。サッカー界もこの SDGs 達成に取り組んでいく必要があります。日本サッカー協会はサッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献するという理念を掲げ、これまでもサッカーを通じてさまざまな社会貢献や国際親善活動に取り組んできました。ここでこれまで JFA が取り組んできた活動をご紹介します。サッカーに関わるすべての人、すべてのものを大切に思うことを浸透させ、差別や暴力のない世界を作るリスペクトプロジェクトの推進、豊かなスポーツ文化を育むことを目的に、誰もがいつでもどこでもサッカーを身近に心から楽しめる環境を提供するグラスルーツ活動、女性、シニア、障害者サッカーを対象にした競技会の開催、自然環境の保全、住みやすい街づくりを目的とした JFA グリーンプロジェクトによる天然芝グラウンドの増設、災害や被災地での早期活動再開に向けたサッカーファミリーの復興支援、小中学校を対象に夢を持つことや夢に向かって努力することの大切さを伝える夢の教室、海外への代表監督、育成コーチ、審判インストラクターの指導者派遣、海外代表チームを招聘した国際交流やアジア貢献事業、スポーツ界での女性活躍社会の推進、子どもたちの未来と夢を応援する子ども宅食プロジェクトや子どもの未来応援国民運動への協力、こうしたさまざまな社会貢献活動に JFA はこれからもさらに力を注ぎ強化していきます。2021年日本サッカー協会は創立100周年を迎えました。その初日である2021年元日は天皇杯第100回大会の決勝にあたります。この舞台の中でも SDGs の目標の一つである環境に対する取り組みをいくつか行いました。環境に配慮した来場者プレゼント、飲食売店と協力してプラスチックの削減やフードロスを抑制、SDGs に関するブースの出展などです。この天皇杯決勝をきっかけに、今後行われる JFA の主催試合や競技会でもこうした活動を広げ、サッカーファミリーの皆さんと一緒に取り組んでいきます。 SDGs が掲げる誰一人取り残さないという誓い、私たち一人一人が手を取り合って努力しなければ果たせない約束です。10年後の世界を変えて、その先の未来をより良いものにしていくためには、 SDGs を特別なものとしてではなく自分ごととして捉え、それぞれの生活活動の中に浸透させていくことが大切です。私たちサッカーファミリーが力を合わせれば、できることは数多くあるはずです。未来のために、私も
皆さんと一緒にできることから取り組んでいきます。頑張りましょう。